どうもでですす今日はですね自分を攻撃しないということについてお話ししたいいと思います、えー、不安になったりとかですね、えー、こう心配したりとか悪口を言ったり愚痴を言ったりっていう行為はですね 自分を攻撃しているることになるんですよねで自分を攻撃するとですね交感神経が優位に働いてですね免疫力が下がるという形になって自分の体に良くないんですよね。であ,のある程度は仕方ないんですけどもあのなるべくね自分を攻撃しないようにしていただきたいかなというふうに思います。ただねあまりこう安心しすぎてねこう、えー、安心したこうどういうんですかね えー、楽な状態っていうのをずっと続けるっていうのも副交感神経が完全に優位になるっていうのも体には良くないんですね。だからこう外外の世界へ出て行ってですね、ある程度刺激をこう受けるということをしてですね、あのバランスを取っていくっていうことが大事かなというふうに思います。だからその自分も。 意味なくねその自分を攻撃することで不安になったりとかその心配したりとかですねそういうことをすることをもうなるべくというかもうやめるようにしてもう特に悪口なんかはね悪口とか愚痴っていうのはね、えー、意識したらもうやめれることなんでね是非、えー、やめていただいてですね。で それだけでなくあとは外に出てね、えー、こういろんな刺激を受けてですねある程度の,そのストレスはかける状態にするということでバランスをとっていってこう生活していくそういうことが大切なんじゃないかなというふうに思いますということで今日はですね短いですけども自分を攻撃しないということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます